皆さんこんにちは、こんばんは。箱庭ゲームと農場ゲームが大好きなおばチャンネルです。3月2日はミニーの日ということで、今イベントが行われているようです。で、今回ですね、桜の花とかそろそろ春なので飾りたいと思ってるんですけども、ちょっと覗いてみましょうか。はい、なんかゲームを始めた途端ですね、言葉が出てきました。新しいエリアが使えるようになりました。ファームをさらに広げられるようになりました。アイテムを集めて草むらを除去しましょうということです。お、なんだ、毎日プレゼントが届いたぞ。ドッカンハンマーだっけこれ。はい、春のキャンペーン中です。あ、なんか始まりましたよ。今年も桜の季節がやってきました。おや、春のように陽気なあの子もやってきましたよ。誰だろう、春のように陽気なあの子。ねえねえみんな、やあミニー、いつも元気いっぱいだけど今日はとびっきり元気だね。だって春だもの、ポカポカ陽気で気分も明るくなっちゃうわ。確かに寒い冬も楽しかったけれど、春は朗らかな気持ちにさせてくれるわね。暖かくなってくるとお外で遊びたくなっちゃうね。そうだからね、みんなでお花見パーティーするのはどうかしら。お花見パーティー、ごはー、すごく楽しそうだね。それじゃあファームを桜でいっぱいにしなくちゃ。ぜひあなたのファームを桜で彩ってくれないかしら。だって、あ、まだ続いてた。きっと素敵なお花見パーティーになるわ。はい、お花見パーティーですって。今年の春はとっても楽しいことになりそうですね。ミニー中央デコ、やっぱりね、春らんまん桜パーティーイベントクリアで桜満開のミニー中央デコゲットということなんですけど、私は音楽 BGM 狙いなので参加しません。ファームをさらに広げられるようになったよってこと、また出てきましたね。ファーム右側に新しいエリアが登場。拡張してたくさんデコろう。レベル20から拡張可能。アイテムを集めて草むらを片付けよう。だって、ちょっと待って、私ね、前回ねのこのゲームの動画を上げた時、拡張アイテムあんまりいらないんだよねとか言って売っちゃった気がするんですけど、あれこれ。はい、ポイント集めてイベントマップをクリア。ミニーがモチーフの桜デコでファームを春の装いに。かわいいですね、かわいいな。自分の敷地を拡大できるエリアが広がったようなので、これど、あ、この辺か。あれ、ちょっと変わったよこれ、前なかったこんなの。え、何これ、ちょっとこの看板ちょっと見てみましょう。ただいま準備中。あ、なんか施設できるみたいだよ。なんだろう、ちょっとまさかお店違うか、パン屋さん違うか、まさか違うよね。へえ、じゃあここに新しい施設を作ろうと思っているんだ。この島のみんなが楽しくなれるものを考え中。ヒントは空を見てごらん。え、楽しみにしててね、空を見てごらん。どうやって空見れるのこれ。え、綿菓子屋しないよね。え、ヒントは空を見てごらん。え、わかんないんですけど、え、なんか隠れてる。さっぱりわかんない。このどこのエリアが拡大できるようになったんだろう。こっちかな。ここ前なかったよね、こういう敷地。あ、こ
ここが変わったのか、この道の左側ね。そっか、やっぱりみんなが飽きが来ないようにちゃんと次の新しい施設をね考えてらっしゃるんですね。そりゃそうですよね、そりゃそうですよね。空を見てもちょっとよく分かんなかったけど、じゃあちょっといつものようにやっていきたいと思います。はい、私の畑のそばにいる、まあ他のとこにもいますけど、オラフさん、オラフさん大好き、オラフは今日も元気です。はい、機関車の積み荷のお願い。え、ちょっと待って、これ思いがけず、あ、大丈夫だ、ギリ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 大丈夫です。念のため 8個ずつ作りたい人なんですけど、その読みが当たってましたね、なんて全然何のあれにもなんないですけどね、何の自慢でもありませんが、これは8個は必要じゃないかという読みが当たってました。でも私の読みはこのね、なんだっけこれ、あ、間違った、積み荷なんかお願いしなくていいんだけど、どうしよう、納品しちゃいます、ごめんなさい、ごめんなさいね、積み荷の宣伝言っちゃってたらごめんなさい。これなんていうのだっけ、このすいません、名前が出てくるかなと思ったけど思うように出てこない。このスープは結構簡単に作れるので、私の読みではこれ1個あたり3つは必要かなってか、まあ3つより4つ必要かなぐらいに思ってたんですけど、1個ずつでしたね、思いがけず。はい、で積み荷を終えたらチケットをもらえます。で私の狙っているのは B チケット、 B チケットが足りないので、圧倒的に足りないので B チケットが欲しいです。チケット狙いの積み荷のお願い、 B チケ、行け行けじゃない、来い B チケ来い、あ、 C チケットでした。なんかクリアできましたね。なんだ、もうちょっとね、あれポイントがたまればね、どんぐりシールがもらえます。次の積み荷なんだ、私の予想ではね、私の予想ではこれは8個あればまあ大丈夫でしょう、4個か多くても8個じゃないかと思います。で今積み荷したやつが足りなくなってるかと、あ、そうでもない、こうでしょう、あ、ちょっと待ってね、他のことを、大事なことを思い出しました。ミッキーさんとミニーのワゴンはね、私の思ってるままであれば朝と夕方の4時に品物の中身が切り替わると思うんですよ。今15時45分です。ちょっとこれ回収しちゃいますね。あと15分ぐらい後になると私が思うワゴンの切り替え時間になると思うので、ちょっとそれが本当かどうか確かめたいと思います。自分の言ってることがね、間違ってないか、間違ってたらごめんなさいって感じなんですよね。持ちすぎだよって自分でも思うんですけど、このプリティチャームペンダント8個作ってます。イベントに備えて、自分のやりたいイベントに備えてね。でロイヤルストーンブローチも5個持ってます。でもなかなか自分が参加したいイベントがやってこないんだよね。なんとなく私の中に8個というなんかね、これで作れるんだね。あれ、プーさんこんなとこに一人ポツンといるんだけど、プーさんごめん、なんかいつか何かのイベントの時に回収するの忘れてました、しまいます、ごめんね、プーさん。私
冬から春に変わるときに去年とかね、あの敷地全部にね雪を突き詰めてたんですよ、雪で。その冬から秋に、秋じゃない冬から春に変わるときにね、敷き詰めた雪を全部回収しなければいけないという、なんか結構な作業があったのが懐かしい思い出ですけど、冬雪を回収っていうの、今年は雪を敷かなかったので敷地に、なので雪や雪だるまさん関係のね回収は今回はありません。春への季節が変わりますが、まあこの雪だるまさんは別ですよ。この私の大好きなオラフの雪だるまさんはもう年中私のファームにいたいと思います。オラフ、まだ夏はちょっと先だけど待ってれば来るからね。で、桜の花って持ってなかったかなって思いながら、あ、これが雪ね。雪、桜って期間限定なのか。あれ持ってるね、なんかほら、まあ持ってるものとりあえず飾るか、飾るかじゃない、飾りましょうか。桜の花持ってなかったっけ。あ、持ってた。1個とりあえず持ってるやつをドーンとここの辺に置いとこう。前回が去年かいつだろう、まあ取ったやつですね、前に。ちょっとね、ちょっと飾っておきます。で、桜のね、花のこの水路っていうのも結構綺麗なんですけど、どうしよう、こんな中途半端に水路作っちゃいましたけど、桜の花がね、散って、花びらが散って、あの水路に浮かんでいるというね、綺麗なんですよ桜。これを、水路を、まあ、この辺の敷地に大きく、なんだろう、水路をつなげてですね、こう輪みたいにして、でここの橋とかもつけてですね、渡る橋をつけたりして、その間になんかデコを飾ったりということを、私も時々やっています。まあもちろんこのゲームをねやってる方はご存知だと思うんですけども、ファームがですね、今これは昼っていう設定なんですけど、夜に変えることができます。で、今こう、このこれ見てくださいね、桜の花と脇に今灯籠、ん？灯籠という言い方は古い、ん？なんて言うんだっけ、こういうの、街灯、まあ、あのがありますね。これを夜にしてみます。そうするとね、街灯がこんな風に光るんですよ。なのでいろいろ光るアイテムいっぱいあるので、並べてみた時にね、あの夜にしてみると楽しいかもしれません。ただ私はちょっとね、あの視力もあまり良くないので、いつも昼です。この辺も光るんじゃない、ちょっと待って、夜にする、はい、光りましたね、綺麗なんだけどね。もしかしたらこまめにね、夜になったらこう切り替えてる人というのもいるのかもしれないですけどね、どうなんでしょう。ちょっとどんぐりショップに最後に寄ってみようかと思います。はい、私がシール何枚も、多分1枚とか2枚しか持ってないんじゃない、はい、1枚でした。はい、ちょっとガチャ最後に引いてみます。何色の不思議などんぐりが出てくるかな。せーので、一緒に飛ぼうよ。飛ぼうよ、あー、ここでジャンプすることね、飛ぼうよ。はい、銀、あー赤だ。はい、なんだこれは、椅子が当たりました。当たりました、椅子。どうしよう、椅子どうしましょうね。ここちょっと一個、ちょっと空間が空いてるので、椅子置いて
置いて終了にしましょうかね。でこの椅子向きを変えることもできるので、よこんな感じ、こっちを向かせて道に向けてベンチを置いときましょう。ベンチじゃないかもしれないけど、どうぞここでね散歩しながら座ってくださいね。誰か